お話しします。コミュニティデザインって実は60年代ぐらいからあったんです。実は用語としてはちょろちょろっとね、文献をこうずっとレビューすると使われているのはコミュニティデザインとかコミュニティ設計ということも使われてましたね。使われていたんですね。で、これ何を意味していたかというと、どちらかというとこう空間を、まあ 空間だけじゃないんだけれども、空間と社会をより良いこうコミュニティにするためのなんか設計方法みたいなことを考えていた。まあ、ある種のこう空間的な地理的な範囲を対象として、ね、地理的な範囲を対象として具体的に空間を物理的に良くするようなこと。だからあまりこう社会組織だとか NPO だとか自治会だとかをどうしようっていう発想はこの時点ではなかった。コミュニティデザインっていう言葉には生まれてなかったっていうことです。ただ意識はしてないか、あの中学で書いてあってですね、社会的な問題とか組織の問題大事だと、コミュニティデザインの領域で。ただ我々はそこにまだ、ちゃんとした方法が見つけられないんだということで、とりあえず物理的なことに、実は海外でいろいろな試みが、その後紹介されるようになっていて、例えばあとで紹介します、ワークショップだとかね、ただコミュニティデザインセンターというものが海外にあって、コミュニティのマネージメントの支援をしてるんだとか、そういうことがこう紹介されるようになっています。でそういう中でだんだんこう手法的な開発とかも日本でもされるようになってきて、新しいコミュニティデザイン論というふうにこう展開していく。ワークショップとアウトリーチってい こう2つのこう手法っていうのを組み合わせてもう70年代からやっていたんです。これはもう、いわゆる街づくりとかコミュニティデザインの方法の現代的な方法のね、基本的なところをすでにこの時代で押さえていた。これは本当に画期的な事例で、まあビジョンをこう共有して、ね、共有されたビジョンのもとにいろんな主体が協力しながら課題解決です。こう向かう、そういうやり方っていうのを街づくりでは70年代からやっている。で今でもまだ活動していて、街づくり会社を作ったり会館を作ったりとか社会的包摂の授業をやったりしてますから、まあ50年ですよ。50年も活動している、そんなような例がある。端子堂というところでも同じようなことをやっています。でこれはまあ似たようなことをやってるんでスキップしますけど、世田谷区の端子堂というところに行ってみると小さな公園があって、そこは子どもとかが参加してデザインしたような公園がたくさんあります。でそういうことをやりながら地域社会の中体自体をこう作り上げていくということをやってるんですよ。だから公園を作ることが目的でもあるんだけれども、それよりも何よりも持続するような活動がね、こういう小さなプロジェクトをたくさん地域の中でやるわけ。小さなプロジェクトを積み上げていって社会的な中体をたくさん作っていって、それでこう活動が持続するような形に持っていく。なので端子堂も実は今でも活動している。の中心部の、ね、再生とか、これ深谷っていう私が関わっているところですけれども、そういうところでもやっているし、でこれはコミュニティの拠点を作って酒蔵を改修したりして拠点にしている。から元では広い霞ヶ浦なんかでも浅田プロジェクトって有名な事例がありましたね。でそういうものもあったりします。群馬の里って小さな集落の、まあ、コミュニティビジネス支援みたいなこともありますね。ソファを作ってそれを売って地域でこう、収益する。でこういうさまざまなこう課題解決っていうのを住民の人たちとか専門家が協力しながら、多様な人が協力しながらやるのが、まあ、街づくりだったりコミュニティデザインだったりする。